下村忠史9月23日から1968年3月25日は、日本の陸軍軍人、政治家、最終階級は、陸軍大将制3位、訓位投降3級、陸軍大臣、教育総監、参議院議員などを歴任した。本籍地は、高知県、石川県金沢市にて、金沢連帯区司令官、下村忠氏の長男として誕生。 金沢第一中学校、名古屋陸軍幼年学校を経て、陸軍主管学校第20期を6番の成績で卒業し、公兵将校となる。同期には、朝香宮鳩彦、を、東国宮俊彦、を、北白川宮重久を、吉本定一、木村平太郎、坂井隆飯田翔二郎などがいる。陸軍大学校第28期を主席で卒業。 第一次世界大戦の頃、軍事研究のためフランスの陸軍大学校へ留学。以後、参謀本部や教育総幹部の系統を歩む。日中戦争の初期においては、参謀本部第一部長、石原幹事少将の後任として、参謀本部第四部長から就任する。この時、上海付近で危機的状況にあった部隊の救出にあたって、周囲の反対を押し切り、 甲州湾上陸作戦を立案、見事に成功させている。太平洋戦争開戦時には、陸軍大学校長の職にあった。その後、第13軍司令官、西部軍司令官を経て、北島方面軍司令官に就任、終戦を迎える。第2次世界大戦終戦後、陸士時代の動機、東国の宮敏彦王が首相を務める内閣で、陸軍大臣を務め、続く。 しではらきじ内閣でも留任し、日本陸軍で最後の陸軍大臣となった。終戦時、下村は満州におり、下村の帰国まで、東国の宮陸軍大将が陸軍大臣を兼務している。公職追放を経て、追放解除後の1955年に防衛庁顧問に就任し、1959年の第5回参議院議員通常選挙に、 全国区から自由民主党公認で出馬、当選し参議院議員を一気務めた。その後、第7回参議院議員通常選挙全国区にも出馬したが落選した。1955年以外勲章外国勲章位、廃用委員居1945年11月28日の帝国議会衆議院本会議において、斉藤隆夫議員より、軍国主義が発達した理由について、 見解を問われた際、陸軍大臣として、一家のように答弁した。いわゆる軍国主義の発生につきましては、陸軍といたしましては、陸軍内の者が軍人としてのまさしきもの考え方を誤ったこと、特に指導の地位にあります者がやり方が悪かったことと、これが根本であると信じます。このことが、内外のいろいろな情勢と、複雑な因果関係を生じまして、ある者は、 軍の力を背景とし、あるものは勢いに乗じまして、いわゆる独善的な、横暴な措置を取ったものがあると信じます。ことに許すべからざることは、軍の不当なる政治干渉であります。かようなことが重大な原因となりまして、今回のごとき、悲痛な状態を国家にもたらしましたことは、何とも申し訳がありませぬ。私は、陸軍の最後にあたりまして、議会を通じて、 この点につき、全国民諸君に、中心からお詫びを申し上げます。陸軍は、解体をいたします。過去の在籍に対しまして、私どもは今後、事実をもってお詫び申し上げること、事実をもって、罪を償うことはできません誠に残念でありますが、どうか従来からの国民閣位のご同情に、訴えまして、この陸軍の過去における罪悪のために、 ただいま斉藤君のご質問にもありましたように、住みただなる軍人の功績を抹消しさらないこと、ことに幾多戦没の英霊に対して、深きご道場を賜らんことを、この際、説にお願いいたします。これは、下村自身で考えた草案で、終戦直後、軍部特に陸軍を指弾する空気が強かった時期だけに、本人も、かなりの反発を覚悟して壇上に上がったが、 果たして議会の反応は、彼のメモによれば、この答弁中には案外罵声もなく野人もなく、中頃から終わりにかけては、満場から、たびたび拍手が起こり、中にはハンカチを取り出して、涙を拭う議員を見受けられた。という好意的なもので、日本国民の底には、深い理解と同情のあることを察してしみじみと、ありがたく、寒類を抑えて、縁談を下った。と記している。なお、 直後に同席していた、与内三つ正海軍大臣にも答弁が求められたが、米内は、斎藤の質問には、海軍大臣に答弁を求めることが議事録にない、ことを理由に拒否し場内の噴劇を買った。ありがとうございます。